江崎竹が語るナンバーアンダーライン愛のゴーと制作秘話とその背景ラジオ江崎綾武のボーダーレスミュージックディグ6月30日日曜日21時50分から22時40分音楽の世界は常に変化し進化し続けていますそしてその中で新しいスターが誕生する瞬間はいつも特別な魔法のようなものです 今回の江崎綾武のボーダーレスミュージックディグで取り上げられるのは、ナンバーアンダーラインアイのデビュー曲、ゴートです。この曲は、その衝撃的なサウンドと革新的なスタイルで音楽業界を震撼させました。そして、この曲の背後には、彼らのルーツや影響を受けた音楽ジャンル、そしてその背景にある物語が隠されています。ナンバーアンダーラインアイは平野翔、ガンユータ、 雄太の3人からなる新しい邦楽グループです彼らの音楽は単なる一時的な流行ではなく深いルーツとコンセプトに基づいています平野翔はその独特な歌声と感情表現で知られ岸優太は卓越したギターテクニックと作曲能力で注目されていますそして神宮寺優太はグループの音楽プロデューサーとして彼らのサウンドをまとめ上げる役割を果たしています デビュー曲ゴートは、これまでの方角シーンに新しい風を吹き込むものであり、その背景には多くの要素が絡み合っています。この曲がどのようにして生まれたのか、その制作過程やインスピレーションの源について探ってみましょう。まず、ゴートというタイトルには深い意味が込められています。ゴートはグレ e テスト s t of a l の略であり、最高の存在を意味します。このタイトルは、 彼らが自自分たちの音楽に対ししてて持つ自信と誇りを表しています彼らは自分たちの音楽が時代を超えて愛されるものであると信じており、その決意がこのタイトルに現れています。ゴートの音楽スタイルは多様なジャンルの影響を受けています。ヒップホップ、ロック、ジャズ、クラシックといった様々な要素が融合し、独自のサウンドを作り出しています。この曲は、 ジャンルの枠を超えた音楽の可能性を探求するものであり、その試みが多くの音楽ファンに新鮮な驚きを与えています。また、この曲の歌詞には深いメッセージが込められています。彼らは、自分たちの経験や感情を率直に表現し、リスナーに共感を呼びかけています。例えば、歌詞の中で繰り返される「自分を信じて進め」というフレーズは、多くの人々にとって励ましとなるものであり、 困難な状況に立ち向かう力を与えてくれます。江崎彩武が語るゴートの背景やルーツには、彼らが影響を受けたアーティストや音楽の歴史が重要な役割を果たしています。彼らは、現代の音楽シーンだけでなく、過去の偉大なアーティストからも多くの影響を受けています。例えば、平野翔は、ジャズの巨匠マイルス・デイビスから影響を受け、その即興演奏のスタイルを取り入れています。 また、ガン・ユータは、ロックの伝説的なギタリスト、ジミ・ヘンドリックスに憧れ、そのエネルギッシュな演奏スタイルを目指しています。ジングジ・ユータは、クラシック音楽の複雑な構成を研究し、それを現代のポップミュージックに取り入れることで、新しいサウンドを作り出しています。彼らの音楽は、過去と現在、そして未来をつなぐ橋渡しのような存在です。彼らは、 古い音楽のエッセンスを現代によみがえらせることで、新しい価値を生み出しています。そのため、彼らの音楽は、若い世代だけでなく、幅広い年代のリスナーに愛されています。ゴートの制作過程には、多くの試行錯誤がありました。彼らは、自分たちの理想とするサウンドを追求するために、何度もレコーディングを繰り返し、細部にまでこだわりました。その結果、この曲は、 緻密なアレンジと高い演奏技術が光る作品となりましたまた彼らの音楽には社会的なメッセージも込められています彼らは自分たちの音楽を通じて現代社会の問題や課題に対する意見を表明しています例えばゴートの歌詞には自己実現や社会的な不平等に対する批判が含まれておりリスナーに深く考えさせる内容となっています 江崎綾武が指摘するように新しい音楽は常にジャンルの狭間で生まれます彼らは既存のジャンルにとらわれず自分たちの独自のスタイルを追求することで新しい音楽の可能性を広げていますこのアプローチは音楽の枠を超えた新しい文化を創造する力を持っています彼らの音楽はライブパフォーマンスでもその魅力を発揮します彼らは 観客との一体感を大切にし、ライブならではのエネルギーを届けています。観客は、彼らの情熱的な演奏とパフォーマンスに魅了され、音楽の力を感じることができます。彼らの成功の背後には、多くの努力と情熱があります。彼らは、自分たちの音楽に対する強い信念を持ち、その実現のために努力を惜しまない姿勢が、多くのファンに支持されています。 彼らの音楽は単なるエンターテインメントではなくリスナーの心に深く響くものとなっています g o トはその独自性とメッセージ性から多くのメディアで取り上げられ評論家からも高い評価を受けています彼らの音楽は今後の邦楽シーンに大きな影響を与えることが期待されています江崎綾武のボーダーレスミュージックディグは彼らのような新しい才能を紹介し その背景や魅力を深く釣りすする番組ですこの番組を通じてリスナーは新しい音楽の世界に触れることができその魅力を再発見することができます音楽の世界は無限の可能性を秘めています彼らのようなアーティストが新しい音楽を作り出すことでその可能性はさらに広がります私たちは彼らの音楽を通じて新しい感動や発見を得ることができます そして、彼らの音楽は、私たちの人生に新しい彩りを加えてくれることでしょう。彼らの次の作品にも大いに期待が寄せられています。今後、どのような音楽を作り出し、どのようにして私たちの心を動かしてくれるのか、その未来が楽しみです。彼らの音楽の旅はまだ始まったばかりであり、その旅路の中で新しい発見や感動が待っているに違いありません。 彼らの音楽を聞くことで私たちは新しい視点を得ることができます。それは音楽だけでなく私たち自身の人生にも新しいインスピレーションを与えてくれるでしょう。彼らの音楽が持つ力を感じながらその度に一緒に出かけましょう。そして彼らの音楽が持つメッセージを受け取り自分自身の人生に生かしてみてください。音楽は 言葉ででは表現できないい感情をを伝える力を持っています彼らの音楽を通じて私たちはその力を再確認することができます彼らの音楽があなたの心に響き新しい感動をもたらしてくれることを願っています最後に彼らの音楽について考えるときあなたはどのような感情を抱きますか彼らの音楽が持つメッセージをどのように受け取りましたか その感情や考えをぜひ。